吉田さんお疲れ様です、まあ、空飛ぶ飛行機ね、やっぱワクワクしますよね。多くの人が夢見てきた空飛ぶ飛行機ですけども、ガレージから車が出てそのまんま家の前の道路で滑走して飛んでいくみたいなね、そんなことを思い描いちゃいます。まあバックトゥーザフューチャーの世界といえば本当にその通りなんですけども、私たちは車とか自転車こういった乗り物に乗った時にいつか空を飛んだらいいなっていうふうにね、やっぱ考えると思うんですよ。実はね、私のね、ヤマト君ね、ヤマト君がこうキコキコに乗ってるんですよね、ちっちゃい。で、そのキコキコごと空にこうやってバーッと上上げてやったら喜ぶんですよ。で、地上に下ろすとヤマト君は今度はね、自分で飛ぼうとしてこうやって一生懸命上に上げるんですよね。その姿がちょっとコミカルであるのと、あと私たちもテレビの見過ぎかもしれませんけども、自転車乗ってる時にこうジャンプ台みたいなところからね、えいってからね、本当わずか数十センチ飛ぶだけで、大きな夢を見るもんですけどもね、こういうふうに私たちはこうなりたいとかああなるはずだとかね、いろんな妄想を描きます。全ての現実っていうのはその妄想から来るんではないかなと思うんですよ。つまり思い描くからそうなるということですよね。でもそれも単なる願望ではダメなんですよ。まあ、願望から始まってもいいんだけども、願望だけではダメで、そのためにどうするかっていうふうなね、その間を埋める、ギャップを埋める作業っていうのが必要になってきます。まあ有名な大学入ろうと思ったら試験に取らなくてはならないと。試験に取るためには試験の問題解けるようにならないといけないですよね。だから最初は F ランク、合格の可能性が F でも少しずつ勉強していくと、それが D になり、そして C になり、B になり、A 判定になって、実際に試験を受けるとそろそろ通るぐらいの点数、実力になってるかなってところですよね。そのために1年間かけて自分のコンディションを確かめながら勉強していくと思うんですよ。稼ぎ方もそうで、私はね、稼ぎ方がいくつかの段階に分かれると思うんですけども、最初はやっぱりね、発信することが癖になってるかどうかってことですよね。これがほとんどの人は発信することが癖になってないんですよ。で、最近はみんなの銀行っていうものすごくいい案件ができたのに、これを毎日発信してないと、これですら発信できてないとなると、これ以上にいい案件なんて出てこないですからね。で、いつかそういった案件が出てくるんじゃないかなって期待してると思いますけども、出てきたとしても情報が早い私たちの方が先に使ってますから、やっぱり遅れると思うんですよ。で、そういうふうに冷静に考えると、どんなにいい案件があったとしても、それが何もできなかった自分のところに来ることはないということなんですよね。だから自分のことを引き上げてくれる案件を待つなんてことは本当に無駄であり、だからうまくいかないんだと思うんですね。で、速稼塾もそうですし、まあ、いろんなね、コンサル生さんが集まってくるときに、どうやってね、その人自身がお金にできてないものをお金にしてあげようかなっていうふうに私の方は考えるわけですよ。 A さん、 B さん、 C さんといて、 A さんには意欲がある、そして継続することもできる、でもお金になってないっていうのはどうするかっていうと、まあ、私が引き上げて対談するなりね、取り立ててあげるなりね、私の方から援護射撃して、拡散してあげるなりできるわけですよね。で、そうすることによってやっぱ商品って売れていくと思いますし、まあその人がお金にできなかったことをお金にできるのかなというところですよね。なんかイリュージョンの動画なんて相変わらず延々と金になってるみたいなね、まあ、悔しいなと思うわけですけどね。まあ明日よろしくお願いします。明日いろいろとお話しましょう。もうすでに今日ですけどね。じゃあ近くなったらまたご連絡ください。私ちょっと七夕の方に行っておりますんで、七夕ね、いいですね。まあ、暇だからできますよ、こういうことも。ありがたいことです。いってらっしゃい。